そこが一番今悩ましいところでしょうね。そうですね、難しい場面ではありますけど、まあ、選手非常に戻ってきましたし、まずやっぱ守備の構築から攻撃に出た方が柏レイソルの良さっていうのは出るのかなと思いますね。はい、サガン鳥栖から4年半ぶりに柏レイソルに復帰したアカデミー出身の手塚康平も入っています。この2人は今日ベンチスタートですね。まあ、ベンチにいたらいたで柏からしたら怖さはありますよね。はい、ファーストハーフが始まりました。まず最後方中谷慎之介から左ハイサイドへのフィード、これは細谷が抜けてきます。細谷キープしてカットイン、細谷打った止まり方、よっしゃ、山田優斗が詰めましたが最後はブロックに入りました。山田コーターが落としたところ、これは左に出ました。宇佐美奈、ルサミン当てってシュート、クロスバー、セカンドボールはクリア、強烈でした。ウサミロングスロー、犬飼の上、中谷のクリアでした。セカンドボールはマテウス・サビオ、当てパス、細谷ディフレクション、クロスバーの上でした。またコーナー、どっちがそこで前から奪えるのか、ひっくり返せるプレス回避できるのかっていうのが楽しいですね。はい、今度は黒川が左から出てきて、宇佐美だ、宇佐美打った、松本よく弾きました。同サイドに抜こうとしました宇佐美隆。山田優斗が送らせに行く、宇佐美が受けます。宇佐美、山田浩太、黒川からまた宇佐美、山田浩太抜いてくる、山田浩太が来た、松本が間合いを詰めてブロックしました。小島、ジエゴ、サビオが受けます。ボックス内、サビオ入れた、ファーサイド、あ、来た、ここで前半終了の笛が鳴りました。結局ゴールレスで折り返すことになりました。関根の状態が心配ですが、ただサイド攻撃が増えているので、サイドを見せながらこう中の関係性を作れるとよりチャンスになるのかなと思います。はい、小島、白井、山田優斗、高山は追い越しきらずに受けました。スペースで細谷、背負った細谷、おー強い、細谷だ。さあ白井、白井はサビオへ、サビオかわした、サビオ入れた、ラストパスが合いませんでした。さあ宇佐美狙ってきました、島村、さあカットインスペースへ打ってきた、白井のシュート、ガンバのターンが来ました。左で黒川、ウェルトン、宇佐美だ、宇佐美広げたところに山下だ、山下オンターゲット弾きました。松本、これが決められるようになってくるとより怖い選手になってくる。はい、高いボールを入れました。ファーで寝たらびセット、寝たらびシュート、右足でした。片山は結構決定力もありますからね。はい、おお、これはサビオからジエゴだ、ジエゴ入れた、木下だ、ここから細谷、スーパー、ハンドをアピールしてますが取りません。宇佐美です、宇佐美つながった、黒川ふわっとクロス、ファーサイドダウンヘッド、ですか、木下かわす、木下剥がす、木下行く、さあ木下は自ら前進、木下打った、一番いい、試合終了。真夏の激闘、過酷な暑さの中での90分は0対0。